はい、次、実は夢でとあるフォロメンと LINE を超えました。本当に激しかったです。しかも定期的に夢に出てくれて、その度にえな展開になります。この猫本当にエッチチだおかにゃんじゃねえか僕か。どうですか、夢で超えたということですが、うん、そうだな。でも文句言いたい。何よ。もっと詳細に書いてくれないと。お、わからないよ。もっと詳細に書いてあったらね、これ弾かれてますね。あ、そっか、そこ込み夢でね、ライン超えてたということだから、うん、一種の催眠よ。おかにゃん忘れてんの、それを。そういう発想だってある。へー、なんで催眠にかける必要あったんだろう。ああ、確かに合意のもとできるってこと、おかにゃんとなら。うん、じゃない。だっていや、なんかでもやっぱおかにゃんと後腐れなくしたかったんだよ。そういうことよ。優しい思いやり催眠だったんだそう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 、ありがとう。うん、お炊き上げ、うん、インキャプテンホーショーマリン、アイムホーショーマリン、イエーイ、イエーイ、イエーイ。